はい、皆さんこんにちは、小平でございます。今日はですね、虹ヶ崎学園のですね、10月に行われるセブンスライブ、ね、ナンバリングのね、回数としてはね、これラブライブ史上初になりますね。7番目のライブでございますけれども、セブンスライブニューときめきランド、これはですね、劇場版の虹ヶ崎のですね、完結編第1章を元とした、まあライブとなるんですけども、こちらがですね、10月の19日20日にですね、 K アリーナ横浜で、開催されます。今回ですね、こちらのデイワン公演、1日目ですね、1日目公演のですね、トラック結果、最速抽選のですね、トラック結果が出たということでですね、今回トラック結果の方をね、こちら発表させていただきたいなと思います。ちなみにですね、今回最速先行シリアルに関してはこちらですね、虹ヶ崎学園の校歌ね、まあ、かなりね、ロックなね、効果と、ピアノバージョンの効果ね、まあ、両方あるんですけども、これにですね、まあ、シリアルが入っていて、まあ、これで、応募したという形になります。で、しかもですね、今回の、セブンスライブデイワン公演の、まあ、特徴、というか、セブンスライブのですね、特徴といたしましては、4連番組めるということなんですよ。はい。まあ、Kアリーナ公演なんですけれども、ラブライブシリーズではですね、珍しい4連番、4人申し込みができる。ね。まあ、これ4連番できるのはですね、まあ、リエラのサードライブ以来じゃないかな。はい。リエラのサードライブ、ベルナドーム公演もですね、4連番、組めたんですけれども、まあ、僕もですね、これ4連番組んで参加しましたが、まあ、今回のね、セブンスライブでもね、こちらも4連番組めるということでですね、まあ、理由としてはなんだろうな、まあ、Kアリーナがちょっとキャパがでかすぎるっていう、まあ、虹ヶ崎の単独ライブの規模感的にでかすぎるからっていうのもあるのかもしれないですよね。はい。まあ、それだけじゃないと思いますが、はい。まあ、そういった形でですね、まあ、今回、まあ、一応ね、4連番でね、まあ、念のためでシリアルもね、多く、今回積んで応募、しましたが、まあ、結果がね、いかがだったかというのをですね、まあ、今から、確認していきたいなというふうに思います。はい。前置きね、長くなってもしょうがないので、早速結果チェックしていきます。では、いきます。虹ヶ崎学園のセブンスライブ、ニューときめきランドデイワン。いきます。ほっ！どうだ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 、おー、はい。ご用意されました。当たりました。当選でございます。はい。ということでですね、まあ、今回ね、当選したんですけれども、ですね、まあ、今回ね、4連番で、応募しまして、4枚ですね。4枚で応募しま、まあ、4枚申し込みですね。で応募しまして。で、シリアルはですね、縦積みで、まあ、4枚積みました。まあ、だから、4人で積んで、それぞれ応募したみたいな形ですよね。で、まあ、今回ご用意されたと、いうことになります。はい。まあ、これね、まあ、さっさとお支払いしちゃいたいなと、忘れないうちにね、お支払いしちゃいたいなと思いますが、いやーでもよかったです、当たって。うん。まあ、セブンスライブね。まあ、一応ね、虹ヶ崎のナンバリングライブね、まあ、年1回ぐらいのペースなんでね、なかなかね、その頻繁にこうライブ見れるってわけじゃないので、はい。まあ、前回はね、年明け、あるいは年末に、名古屋と、それこそ K アリーナでね、ありましたけども、また今回も K アリーナということなんでね、はい。まあ、ここのね、K アリーナ横浜ね、特徴といたしましてはね、まあ、どの、まあ、スペースでも比較的見やすいというのが特徴でございます。はい、極端に離れすぎてないっていうところですね。まあ、なので今回ね、僕最速抽選で、当たりましたけれども、どうなんですかね、割と当選数多い気がしますね。最速選考のうちに、ね、入れれるだけ入れちゃえっていう。で、4連番なんでね、もう入れれるだけ入れちゃえっていう、ね、風にしてる可能性はやっぱりありそうですよね。はい。まあ、なので、ね、今回一応4連番ということなんで、まあ、いい席をね、個人的には期待したいなと思いますけれども、はい。今のところね、僕、Kアリーナ、アリーナ席座ったことがないので、全部スタンドなので、はい。ちょっとね、アリーナ席を個人的には今回の虹ヶ崎セブンスでは期待したいなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、一応ね、今回もね、ね、倍率調査の方もね、実施させていただきたいと思いますのでね、まあ、ぜひ皆さんのね、登録結果もね、まあ、コメント欄に、まあ、そのコメント欄のはね、倍率調査には反映されませんが、ね、X の方でも実施してますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、ということでですね、今回は、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会セブンスライブ
ニューときめきランド、デイワン公演のですね、当落結果ご報告いたしました。以上、浩平でございました。バイバーイ。